安心をおじゃ助力を 失踪者を隠すには最適だな。 だったなえっとめちゃくちゃ強い盗賊とか家よりもでっかい敵が空から降ってくるみたいな <laughs> <laughs> あいつ真面目だなうんオイラたちも負けちゃいられないぜこれか 入って確かめようおーいアルハイゼンここには何もなかったぞ本当に何かあるのか急ぐ必要はないシャニは夜に鳴き声を聞いたと言っていたもう少し待とうそれまで。 少しばかり休むここいつは当たり前のように座り込んだぞこんまで開き始めた <laughs> 何読んでるんだオイラにも見せてくれよいいだろう <laughs> えっとえ あるべき場所と強制運動に相対する自然運動。んえ、それぞれ向かう位置はすべて自然な傾向。どうしてそうぎこちなく読むおいら諦めたぜ。ゆっくり読んでくれ。じゃあな。 あいつって本当に余裕なんだなこんなところであんな難しい本を読み始めるなんてオイラが学んでお前に何の得があるんだよいつからお前は勉強をかたくなに進めるひどい大人になったんだねえなんでそうなるんだよあ確かにそうだなじゃあじゃあ ありがとなずっとがんばってはたらいてお金をかせいでオイラをやしなってきてくれたおまえがいなけりゃオイラはまだひょうりうしてたかもなにそのほんとにありがとう ちゃいそうだぞう何の音だ来たかあちらの方向からだ音の出所はここなのかでも何もないみたいだぞ <laughs> 下だ。 え <laughs> でも下には行けないぞどうやら仕掛けがあるようだな<笑>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 やはり建物に隠された構造があった。 いざ参ろう。 を知れはいそこだ

雲がくりなく時風を知ればあっ触れろ 君ううっあああ全くしゃべれないみたいだぞ目つきも定まってないでもまだおじいちゃんっていう年じゃなさそうだよなあたりにはこいつしかいないのかまさかこんなところで会えるとはな 知ってるのかこの人の名はラザック俺の凶霊院での先輩だよこいつも学者だったのか森でおかしな修行をする人たちと同じなのかいやそこが問題なんだラザックは他の学者とは違い一度も森で修行なんかしたことがないはずだましてやサティアワダライフに達したこともない原因はともかく こいつが一人でここに現れたということは、俺たちは一歩遅かったということだ。相手はすでに人員を撤退させたらしい。ラザックについては、おそらく何らかの理由でここに残されたか、あるいは単純に間に合わなかったのだろう。うん。地面に引きずった痕跡があるな。門に近い場所ほど、 溝が深くなっているつまり誰かが重い荷物の乗った荷車を力ずくで引っ張ったということだもしかして乗ってたのって人かその可能性は否定できない追いつかれることを恐れ急いで離れたのかラザックが置き去りにされていることにも気づかなかったのかもしれないああうっ 完全に噛み合った彼そのものが証拠と言えるだろうあそれってどういう意味だ以前オルモス港で見たことを思い出すといいこの状態になった人間をう インこそ全ての黒幕奴らの行動ロジックを推測するのも難しくはない当初奴イ員はスカーレット・キング復活の偽情報を流しグラマパラつまりアール村に追放された驚愕者が鍵を握る存在であることを強調したこのことは各地の過激派への刺激となった そのうち R 村にいた者たちは、直ちに行動を開始し、密かに、驚学者たちの身柄を強霊院に渡す手助けをした。奴らがこのデマを流した理由。その一つは、できる限り多くの過激派を動員するため。そしてもう一つは、この剣のリスクをすべて、スカーレット・キングの信徒に負わせるため。スカーレット・キングが没してから、 多くの年月が経った今、砂漠の民はいい暮らしができていない。彼らの感情は、まるで砂漠にある火薬箱のようで、起爆させるのは非常にたやすい。そして、これらの感情的な人々を利用することは、暴れ馬を野に放つことと同じ。これほど簡単なやり方はない。たとえ事故が起きても、罪に問われるのは、スカーレット・キングの真とのみ。 表面上はただの信仰問題が引き起こした問題であり、裏を覗き見ようとしたところで、民族間の居かいだとしか思えないだろう。誰も強霊院がやったなどとは思わない。とてもシンプルな方法ではあるが、なるほど確かに、現在のスメールでは非常に効率的だ。そうだったのか。納得だ。それなら村長の推理とも合うぞ。でも、 もう一つ大きな疑問があるんだ学者たちをアール村に送り込んだのって凶霊員なんだろなんで今さら連れ戻すんだこの過程において変化しているものがある学者の身分だ最初は学者次に強者さらには追放者となり最後は失踪者となる追放された凶学者は 人間であることに変わりないが、失踪者となると、難しい話になる。特定の人物を見つけられない場合、その人の身に何が起こったのかを判断することもできない。言い換えれば、失踪者は理想的な資源になり得るんだ。資源あいつらに何か使い道があるのか一つの可能性として、失踪者の頭脳は、 缶詰知識の抽出に使われるのかもしれないえあ,あれって人の脳みそから抽出したものだったのかスメール強霊院の技術なら可能だもしかするとこれが原因で彼らは苦痛を感じ夜中に誰もいない場所で泣いていたのかもしれないな人の脳みそ、うん、考えたくない 俺はこれでも強霊院の初期官だそういった研究プロジェクトにも立ち会ったことがあるとにかくラザックの症状は神の缶詰知識を抽出する過程で何らかのエラーが起こった結果のものかもしれないまたは彼自身が好奇心に駆られてあれらの知識を使ったかだおいら分からなくなってきたどんな奴の脳みそでもいいのか その表情からして思いついたようだないかにも一部の学者にとって神の知識に触れることは生涯の目標だ缶詰知識の抽出はその過激な手段の一つに過ぎない俺が知りたいのは神に関する知識が一体何をもたらすのかだ教霊員がいかなる代償を払ってでも追い求めようとしている 金器とも呼べるそれは最終的に何に使われる俺も神の缶詰知識の内容分析にはかなりの労力を費やしたが大きな収穫は得られなかったどうやら俺は奴らと思考がだいぶ違っているらしいアルハイゼンお前はその金器を手に入れたいとは思わないのか学者なら誰でも。 知識の限界を追求しようとするのは当然のこと。しかしあいにく、俺は元から神には興味がないんだ。熱狂的な態度を示すことはどうしたってできない。人を命なき者のように扱い、知識を搾取する。これが奴らの言う学術の進展なら、教霊院はいっそのこと閉鎖した方がましだろうな。 お前はこのことにすごく反対してるみたいだな。当然だ。これは俺の規則に対する認知に反している。学術、知識、その全てには境界線がある。これを超えると、全てを動かす規則や秩序は破壊されてしまう。これは本にある語字と同じで、正さなければならないことだ。 はかわいそうだかから助けるんじゃないのか悪いがそれほど俺は暇じゃないかわいそうな人間ならスメールには5万といるましてやテイワット規模で考えればそれはさらに増えとてつもない数になるその全てを助けるつもりか そう思ってくれていい。簡潔に言えば、俺は力や英雄主義を盲信し,していない。ただ、したいことをするだけだ。神の缶詰知識は、確かに俺が徹底的に調べたい問題だ。だからといって、見ず知らずの者の利益のために行動するつもりもない。 言いたかったんだけど教練院にいっぱいいる悪いやつらとお前は違うぞお前は強ょ院の変人だそうかもしれないなだが人と違っているというこの感覚は嫌いじゃない特別であることもある種の財産だと思わないかなんだかすごく前向きなんだな ちょっと感心したぞシャニもお前みたいだったらあんなにビクビク生きなくて済んだかもなただ俺の気質が彼女よりも優れていただけだお前が気にする必要はない<う>ここに残せばそれこそ行く先は死のみだ連れて行こうまずはアール村に戻り次の計画を立てるんだ ただいまお疲れさまです。 お水をどうぞ状況はあらこの方は残念だがこいつはイザークの祖父には若すぎるなだが俺たちが探していた対象の一人だつまりあの放棄されたマリン病の病院は かつて教霊院が神の缶詰知識抽出のために使っていた拠点だったということかだいたいそういうことだなこの計画は俺たちが R 村へ来る前に既にあったものだろう何せ神の缶詰知識は最近初めて流行し始めたわけじゃないそれなのに俺たちが R 村に近づいた途端奴らはまるで俺たちの接近を知っていたかのように撤退した なぜだうーん確かになんでだろうなこういう状況の時は大体いいあれがいるものです内通者我々の中の誰かが相手と連絡を取っていた可能性がありますえっオイラたちの関係ってそんな上辺だけのものだったのかよへえどうやら。 君たちはまだ問題に気づかないらしいセノ彼らが俺たちの行動を予測できたのは君がいたからだおいそれってどういう意味だ発言には気をつけろさもなければ容赦しない合理的な推測に過ぎない俺にはその理由があるつまりセノさんが内通者であると面白いですね 私はあなたが一番怪しいと思っていましたよ。何せいつも単独行動をされていましたから。その見方も一理あるが、さっき病院から戻る途中、あることを思い出したんだ。それは、セノが俺たちと違うという点だ。何が言いたいんだ君は自分が何者か忘れたのか大マハマトラ。 君は強霊院のマハマドラで、いつも多くの情報を握っていた。誰が何をしたか、どんな汚点があるのか、そういうことを知ってこそ、君は相手に手出しができた。言い換えれば、強霊院はずっと君に特殊な情報ルートを提供していたんだろう。奴らのこれまでのやり方から見て、君を警戒しないとでも思うか。 凶悪な狼を飼うときは、おのずと噛まれない方法も掌握するものだ。凶イ員は、俺の行動を監視していたのかそれほど簡単な話じゃない。凶イ員は、スメールの全てを監視している。だがとりわけ君に対しては、特殊な手段があるのだろう。一定の期間ごとに、人々は、ジュニアナガルバの日を迎える。この日、 強霊員は缶詰知識を通して、アーカー社に情報を入力するんだ。ある時、俺は捜査隊で分厚いノートを見つけた。その内容は、大マハマトラセノの行動報告から、処刑の癖まで。他にも様々なことが記録されていた。つまり、強霊員は、俺の情報をアーカー社に入れていたのかだが、そんなことをして何の意味がある 俺の行動などアーカーシャに入れておくほど重要なものじゃないはずだアーカーシャは演算ができる<っ>アーカーシャの演算能力をもってすれば入力されたデータをもとに君の行動を完全に予測できるいつ出発しどのルートでどこへ行くか一目瞭然だろう俺の行動が予測されていた 共鳴院はとっくの昔から君を警戒していたんだよまあ君が共鳴院を辞職したところを見ると奴らの判断もあながち間違いではなかったと言えるそうだったのですねまっすぐに規則を貫く瀬野さんは彼らにとってはかえって目の上の単庫部だったということですか彼らには強固な意志も忠実な信仰心も無用なのでしょう臨機応変に ただ利益を追い求めるこれこそがあれら学者の本当の顔なのです瀬野さんあまりお気になさらずこれは逆にあなたが信頼に値する仲間であることの証明になりましたあっ俺のせいだ。奴らは事前に撤退準備ができたそんなに自分を責めるなよこんなことがわかるやつなんていないって いや、わかったこうなれば奴らの向かった場所にも想像がつくお立ち直りが早いじゃないか安全地帯は常に危険と危険の間に隠されているものだそうかオイラも分かったぞあいつらがセノを避けたいんなら一番安全な場所は。 やつらからすれば俺の行動ルートとは逆の方向に逃げればいいだけだすぐに出よう俺もまだ調査しなければならないことがあるみんな一緒に行こうぜあいつらを追うんだ待って俺も行くイザークあなたも行くのくれぐれも気をつけて。 おじいちゃんんを探し出すんだ大丈夫みんなに迷惑をかけないように頑張るから皆さんろうかイザークのことをよろしくお願いいたしますよしじゃあ行こうぜもちろん食料も持っていくぞでもなんか一人足りないようなうん